次は市民体育館前、市民体育館前です。2021年3月31日をもちまして、誠に勝手ながらバス車内での5000円札、1万円札などの高額紙幣およびポイントチップ券でのチャージを終了させていただきます。1000円札でのチャージにつきましては、2月1日以降もこれまで通り受けたまわります。ポイントチップ券は、地図鉄バス窓口でご利用いただけます。また、車内での高額紙幣の両替は支払されますので、あらかじめお銭のご用意をお願いいたします。地図鉄バスからのお知らせです。ドイツか、スイスか、パスモなどの交通系 IC カードが、地図鉄バス、地図鉄電車でご利用いただけます。詳しくは、バス車内のポスター、近くの電車の窓口までお問い合わせください。次は、北町です。自動化鉄道広告代理店、国際 PR さんの計画交渉です。歩行者の皆さん、道路横断中の事故を防ぐため、交差点では、止まる、切る、バスの設定をしましょう。定期券をご購入予定のお客様へ、お知らせです。3月下旬から2月上旬は、窓口が大変混雑いたしますので、次は文化センター前です。耳、鼻、喉の不具合、めまい、花粉症で松永耳鼻咽喉科にお越しの方は、当バス停下車、西の信号を右に50メートルです。お客様にお願いします。バス車内は換気などの新型コロナウイルス感染防止に配慮した環境維持に心がけてはおりますが、マスクの着用、咳エチケット、手洗い変更の予防対策のほか、会話はなるべくお控えくださいますようご協力をお願いします。はい、どうぞ。できなくなります。詳細は地図鉄バスホームページをご確認ください。お客様へのお願いです。車内にお忘れ物がないよう、席をお立ちの際は今一度座席周りをご確認ください。特に傘、携帯電話をお持ちのお客様はご注意ください。
ありがとうございました。